回いきまーす。はい、3、2、1。どうもこんにちは。本当に大変おめでとうございます。ありがとうございます。千だれ柳が関さんの方にかかってしまっていたのを見て、関さんがその瞬時に低い作品を作ろうって言って、浮かぶ浮かばないっていうのがやっぱりあって、あ、こうイメージなんですね。あ、そうなんですね。あ、ね、先生のご指導のと思うんですけど、この子たち初心者なんですよ、可動に関しては。え、初心者なのに優勝しちゃったんですか？1年間ね、練習はもちろん一応練習は積んできたんですけれども、はい、あれ何年生なんですか？1年生です。いや、すごいですね。高校に入って始めたってことですよね。はい、まあ、それで優勝しちゃったってことは、もうあれですね、もう持って生まれた才能ってことですね。まだセンスはありますね。センスです。ちょっといろいろ作ってもらえますかね。あのアンテナショップのところの、あの生け花とかね、銀座のね、銀座ね、それも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとありがとうございました。決勝戦ですごい焦ってしまって、このバランスを取るのに時間がかかってしまったので、そのまずバランスを取る土台を作るっていうのをしっかりして今後頑張っていきたいなと思います。多分結構プレッシャーというかそういうものを感じてしまうと思うんですけど、自分が思うように作ったものとか、あとは新しいものをどんどん作れたらいいなって思っています。